あ、違う、あっちゃんだ。違うでしょう。小学生。もう1週間以上会ってないよね。ですね。なんとね、今日難しかったよね。難しかった。弟さん文学座にいるって本当？そうです、制作やってます。この間紀ノ国屋でやってたすごい面白い芝居だよね。そうですね。あの大鳥蘭さんの娘さんも出てるそうです。あ、そう。なタイトルは三人姉妹です。三人姉妹って中国の？中国のですよ。うわ、難しい芝居してるね。え、予習してからか、本読んでからかとか、ちょっと本読まないと寝ちゃうよ。寝ないと思います。そんなわけで、今日初めてあっちゃんの弟さんが文学座の制作にいるということを知りました。この間僕も紀ノ国屋にね、ちょうど見ようかどうかこう入り口まで行ったんだよね。なんなら、でもチンホフって書いてたんで帰ってしまった。すいません。高い作品でした、すごく。うん、わかる。楽しいっていうか、深い作品で、ですね。もう大昔はちょっと勉強したんだけど今もうベビーダンス一筋。今日も難しかったですよね。難しかった。ということで、あっちゃんでした。マティーチャー、ベビーダンスティーチャー。今日 のベビーダンスはね、僕が今週26日にニューヨーク行くって言ったら、急に振りがバーッと詰め込まれて、ほとんどジャズダンスみたいになってしまって、ベリーの基本を教わったのに飛んでしまいました。あっちゃんも一人で、他にもいたんですけど、すっちゃかめっちゃかになりましたが、それで1ヶ月後にあっちゃんと会うと思います。約地味か、原宿のベリーダンスワールドダンススタジオ、当ビル6エイク、パシャパシャパシャ、ニューヨーク行ってきます。いってらっしゃい。行ってきます。Thank you.